ミュラ、処罰を決めた。お前には死んでもらう。旦那、待ってくれ。ミュラは本当に苦しい。何してるヨウム。ミュラを連れてさっさと逃げやがれ。ミュラ、行こう。はい。好きだったわ、ヨウム。私が生きてきた中で初めて惚れた男。今度は悪い女に騙されないようにね。さようなら。ミラ！ミラ！旦那、頼む、やめてくれ。俺も一緒に償う。何でも言うことは聞くよ。いい覚悟だ。一生かけて償うよ。だから、そんな、ミラ！ミラ！よし、うまくいったようだな。あれ、なんで私生きて。3秒くらいは死んでたかな。ま、死んでもらうとは言ったが、殺すつもりなんてなかったし。告、個体名ミューランの疑似心臓は正常に作動しています。よし。さっき3つ目の結界を張った時に分かったんだが、クレイマンがミューランに仕込んだこの仮初めの心臓は盗聴に使われていたんだ。盗聴？暗号化された電気信号を発信させ、クレイマンの元へ届けられていた。欺くためにミューランは死んだと思わせたかったんだ。怖い思いさせてすまんな。いえ、あの、ではこの鼓動は。仮初めの心臓を参考に作った疑似心臓だよ。もちろん盗聴機能はない。これでお前は自由だ。クレイマンはあなたに何もできない。